闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。スポー、はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。ヒュー、今回から新しいモッドでプレイしていきましょう。私が FB37 です。そしてカボチャ人間キックマックスです。のモッドです。ヒューです。さあ、というわけで我々ですね、カボチャ、カボチャ、そうです、パンプキンメンに、変装してるわけですが、なぜだかわかりますか、キックンさん。わっ、暗、やめよう。やめんの早っ。本日これがアップされてる日は10月30日のはずです。つまりハロウィンではない、明日だわ。ハロウィンは31日だったような気がするんですが、ハロウィンみたいなもんや。なので今回はですね、ハロウィンにちなんだダークファンタジーなモッドでプレイしていきたいと思います。その名もビトウィンランド。ビートウィーン、ビートウィーン、ライオン。何やらなんかダークファンタジーな雰囲気のモッドらしいので、追加ディメンション、ビートウィーンランドという、を追加する、はい、モッドなんですけども、そのモッド、ディメンションに行くためにはですね、なんか沼地付近に、ある祭壇でなんか鍵を得てディメンションを開くらしいので、まずはそのまあ祭壇みたいのを見つけることから始めたいと思います。沼っちすぐあるぞ、こっちに。あ、ほんとに沼だ。なんかその沼っちの祭壇になんか敵が湧くから、そいつから鍵を入手しなきゃいけないっぽいね。沼わからんけど、そいつが強ければなかなかあれじゃないかな。そう、装備みたいのとりあえず見つけよう。あ、なんかあるぞ。え、マジで見つけた。それマジトーン見つけた。お、やる。え、座標教えてくれ。210のマイナス100、バラーなんか出てきた。やばい。そいつがだからあれじゃない、敵じゃない、敵、ダーク、ダーク、やばいやばい。ダークリッチ、ダークリッチ出てきた。ドゥン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 ドゥちょっと待って、こいつワープしてくるんだけど。ワープしてくる。うわ、なんか。瞬間移動してくる。おら、おら、おら、おら。俺に瞬間移動ください。2体ない？お前ら、2体、2体いる、2体。強い！こいつあと一撃だ。倒した。1体倒した。ナイス。肉焼こう。肉を焼こう。ちょっと待って、後ろに、オールガ、オール。オールガ。オールガ。止まるんじゃねえぞ。止まるんじゃねえぞ。ちなみにお前らがそう言ってる間、俺は家畜を倒し続けてる。うわぁ、で、何やってんねん、お前。回復。あー、あれか。やば。体力回復しなきゃ。そう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 。言うても体力回復しなきゃ死ぬぞ。水の中を追ってこれるんですね、あなた。あ、あ、やった、あいつ。もう。まあいいだろ、あいつ寝てるから、近くで。ダークリッチ。よし、俺も、ダークリッチ。おお、すげえ、本当はワープする。やばい、やばい、一旦引く。ダークリッチかも強い。一気に仕留める。なんだかんだ連続攻撃の方がいいぞ。オッケー。イエーイ。何がやられたんだ。手に入ってた。何手に入ったの？ん？あ、なんか持ってる。なんだこれ。何それ。種じゃないの。スワンプタイランドピースだって。スワンプフィーバー？ドゥー、スワンプフィーバー。タイランド。ドゥー、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 だからこの祭壇を、ああ、わかったわかったわかった。あの祭壇見てみ。うお、こいつ浮かしてくる。今浮いた。違うか。今つる。あ、そう、いや浮かしてくる、こいつ。あ、浮かしてくるんだ、やっぱ。うん。あのね、祭壇にね、それ置くんだわ。4種類多分ある。うわー、すごい、浮かしてくる。また来たー。よし。いいぞ。やべ。HP が。一回引きまーす。そうだね。やられそうなやつは一回引け。ててて。こいつ結構多彩な攻撃してくる。二つ目手に入れたぞ。ナイス。多分ね、四つあるわ。あ、俺も骨手に入れた、骨。骨持ってる？あ、骨持ってる。あ、しまった、被ったな、じゃあ。まあいい。いててててて、乱戦はやばい、乱戦。そうだ。やばい、乱戦。なんか魔法唱えたー！ FF はやめろ。
あ、これ持ってる。あ、くそ。あ、俺、メダバッチャー手に入れたけど、メダバッチャーみたいな。あ、じゃあメダバッチャー違うわ。タイスワンピース。あと何必要？タリスマンだけどね。タイスワンピースが手に入った。あー、いっぱい出てきた。え、ワンピース、ワンピース。あ、やべ、ワンピース強い。ワンピースやべ。ワンピース。倒せ、倒せ、倒せ。やばい、追い詰められてる。やばい、俺も死ぬ、死ぬ、助けて、お助けあれ。俺、タイスワンピース持ってるから。あ、なんか拾った。あ、またタイスワンピース。ちょっと待って。あれ、目玉っちゃ？目玉っちゃっぽい。俺、今3種類持ってるぞ、今。目玉っちゃっぽくないやつって。強い、強い、やられちゃう。お、じゃあ、揃ったんじゃ、一回離れよ、こいつ倒したら。一回離れよ。一回離れよ。あれ、ベッドの場所どこだっけ？しかももういい感じ夜だ。いてえ、落とし穴。よ、しかもちょうど夜だ。寝よ、寝よ、寝よ。いい夢見てね。夜空のベッドで寝る。素晴らしいことだよ。ハッピーハロウィン。夜空のベッド。誰か飯くれ。この箱に入れて入ってるよ。あー、揃った、揃った、揃った。あー、揃った、揃った。こちら。あー、くそ。スワンプ、テイルスワンピースですね。タリスマンね。おえー、ここまで来た。なにこいつら。3匹も湧いたぞ、やべえ。取り返しに来た。これはまずい。やっぱりワンピース取り返しに来た。ああ、まずいぞい。倒せ。やべえ、やっぱんだけどこいつら。この世の全てを置いてきたっぽい。やべえ。とうとうキックが殺された。ザコ野郎が。あ、俺もザコ野郎になる。よし、あとはもう最大にもうさっさと捧げてくるわ。これどうなるんだ。はい、4種類を捧げたら、あ、光った。お、なんか始まったぞ。お、なんか壮大な BGM みたいな流れ始めた。おお、生まれる宇宙がビッグバンだ。あ、なんだこれ。あ、鍵か。ビッグバンインパクト。わ、やべえ。なんだこれ。あ、スワンプテイルスワン手に入れた。これを、萌え木に使うと、苗木に使うと、萌え木に使うと、苗木に使うと。萌え木あります。おい。萌え木。お！わぁ、ちょっと待って、待って、待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何、何、どうだ。死にまーす。死ぬ、死ぬ、死ぬって。助かった。ギャー。助かった。受けるんですけど。よくね。うわぁ、萌え木が成長した。ああ、萌え木が。こん中に。おぉ、すごい。ポータルフレームだって。ああ、いけそう、いけそう、いけそう。ぐんにゃりしてる。ああ。ぐにゃー。お？ぐにゃー。カイジでめっちゃ借金背負った時みたいになってる。あれ？いける？いけるのか？いけるのか？いけるのか？地形情報読み、お。あ、行ったもん。お、お、なんだ？なんだ？お、やったか？え、来た？やってねえ。ああ、アルマ行った。一人ずつかな。一人ずつだな、感じだな。俺、まだグニャグニャしてる。今、すごい。わ、なんか、肉がすげえキモいのに変わった。え？ロッテンフードになった。俺と結構まだいけねえ。俺もいけない。うわ、なんだここ、キモい。あー、いけたわ。うわー、なんだここは。なんだこの階段は。すげえダークじゃん。なんだ？何できんだ、ここで。なんだこれ。わー、みんな空見てみ、空。え？あ、ハロウィーン、ハロウィーンパーティーだ。わ、ほんとだ。ハッピーハロウィーン。これ沼か。剣振る速度めっちゃ遅いんだけど。ちょっとなんかいる、なんかいる。うわ、早い。なんだ、なにこいつ。あ、ほんとだ、遅い。ワイト、ワイトもそう思います。ワイトもそう思います。やべえ、強い。ワイト、え、ワイト強いんだけど。ワイト無理だって。いや、これ無理だ。なんか飛んでるぞ、なんか飛んでるぞ。やばいやばい、いてやばい、キュベレーじゃない。キュベレー、いや違う、勝てるわけないよ。どっちだ、ニュキュベレーだ、これ。キュベレーいるぞ、無理だ、キュベレーには勝てない俺ら。やべえやべえやべえ、キュベレーやばい。あ、これが本体か。ワイトもそう、あれ、ダメだ、でも強すぎるこいつ。ワイト半端じゃない。いやワイト強すぎる、いきなり出てきて。なんだこいつ。とりあえず倒しまえ、もうあと半分ぐらいだ。ロッテンフード食ったら毒になるぞお前ら。
ひどい。なんだそれ。どいひ。わい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 って言ってる。わいわいともそう思います。わいわいとわいともそう思います。わいともそう思います。わいともそう思います。死亡。俺が殺してた。わいと倒した。倒した倒した。わい。やったキャンディーもらった。やったじゃん。キャンディー。やった。生の豚肉。あ、本当だ。ブルーキャンディー。お菓子くれた。おかしいね。これまさにハロウィンじゃん。なんかめっちゃ足遅い。なんだこれ。ああ、このね。めっちゃ足遅い。多分このね、なんか、あの、あれあれ、ソウルサンド。ネザーの土みたいなのに、もう、上に乗るとめっちゃ足遅くなる。シャレになんないぐらい。ジャンプもできない。なんだこれ。なんか、ふよふよしてるの。なんか、クモが襲ってくる。やべえ、暗黒のクモだ。やばい、暗黒のクモ。なにこいつ。暗黒も倒せないの。うわ、毒だこいつ。げ、強っ。有化学スモックだ。ん、なんだ、なんだエクトプラズムみたいな、なんだ、うわー。やべ、水が襲ってくる。水の中からなんか襲ってくる。いや、それやばいって。それマジやばいよ。武器が欲しい。ちょっと、やべ、高化学スモック。え、なに そのエクトプラズムやばいって。てか、どんどん敵湧いてると、なんか変な鳥みたいのもいる。鳥バードみたいのもいる。やばい、鳥バードはトラウマだらけだ。ちょっとここあかんわ。この高化学スモークがやばすぎる。これ建物というか、ゲートの中ってゲートの中安全わからんけど。いや、ゲートの中でもなんか追いかけてくるっぽいっすよ。けど、ゲートの中の木材壊せるから、とりあえずここで何とか。いやー、追いかけてきた。やっぱやばい、あかんあかんあかん。高化学スモーク来た。くそ、沼地から離れた方がいいのかも。もうこっから離れよう。 D の意志だ。無理だよ、ここにいたら高化学スモークにやられる。ほら、高化学スモーク持ってきたぞ。あはい。いやー、やめろや、何やってんだよ。かといってどこが安全なのかもわからんし。確かに森の中の方が安全なんじゃない。よし、アイテム見えない。400の200に集合。暗いんだよな、まず。なんだあそこは。なんか建物チックなものを発見したぞ。なんか明るい、なんだ、妖精みたいな。遺跡だ。なんだここ。え、遺跡。ちょっと、じゃあそこに行こうぜ。あー、ほんとだ、遺跡。どこ場所。430の200。よくそんなに逃げたな。あ、けど、モンスター。いや、でもこの遺跡は本当にただの遺跡っぽいな。なんだこれ。あ、壺があるぜ。もういって、連続攻撃。これ完全夜だよな、これな。これちょっと装備揃えてから来た方が良かったかもしれんな。確かに。でも高化学スモークに対応できない。とりあえず家を作った方がいいな。とりあえずちょっと囲いが欲しいわ。うん。もうどれが足場か全然わかんねえ。とりあえず沼地はやめといた方がいいぞ。高化学スモッグが湧く。お、壺壊したらなんか出てきた。そう、なんか出てくる。何ですかのかわかんねえけど。平地なんかあんのこれ。平地、だから3、400の200付近はまだ安全っぽい。まず木を切りたい。うん。ここら辺の木を切ろう。いつ何に恐れるかわかんねえかな。何作れんだこれ。ああ、作業台普通につけるわ。やっとなんか作れた。これ明かり作れそうじゃん。やっと明かり作れる、やっぱこいつで。おー、頼む。明かりを。うえ、嘘でしょ。確かね、あと右上のさ、食料ゲージとさ、別のゲージがあるでしょ。これが確かになくなるとまた厄介なことになるんだよね。俺この、とりあえず木をくり抜いて。アロマどこにいんの？じゃあもうそこを積み替えしようぜ。480の190。ああ、あのね、おそらくだけど、現実世界の武器通用しないわ。なんか変なエフェクト出て弾かれる。そういうことか。ああ、そうだわ。だから素手の方がまだいい。だからこの世界の木の剣みたいなのを作った方がいいんじゃないかな。あるなら。うえぇー、もう！あるわ、木の剣あるわ、やっぱちゃんと。ああ、それ作った方がいい、すぐ。マジ、カラスなんとかしないと。かっこなまず。あれ、木のシリーズ、俺のと違う、それ。まだ、この下のやつっていうか、周りのやつも、原木だね。もう、その、シリーズやめろ。捨てる。ほら、これやるから、ほら。
いた、あそこだ。とりあえずの、ここで作戦を練らなければ。そうだな。あ、このクラフト台、保存される。置いたものが。便利やね、ちょっと。あ、ほんとなんか。ああ、だから共有だ。食料をどうにかせねば。飯が何なのかもわかんないからな。さっきキャンディーが若干手に入ったけど。んやべえ、なんかコウモリ目の前にいた。ああ、来た来た。なんとか倒してくれ、ケン。呼ぶなよ、コウモリ。じゃ、とりあえず、ああ、やっぱ強い。よし、強いぞ。強い強い強い。あら、今朝的なものかな。なんか明るい気がする。ほんとだ。いててて、いてて。なんだなんだなんだ。いってて。なんでダメージ食らった今。あの、毒になったりする。うわ、なんか変なキノコ食ったら、なんかやばい状態になった。なんで食うねん。変なキノコ食ったらやべえ状態になるだろう。何状態かわからない、これ。あー。普通に、だから、レシピが見たいアイテムを、R 押せば見える。あの、見れないやつは、そもそもレシピがない。このカラスの羽とか、何の意味もないわ。テイシーって書いてある。あ、見食えるこれ食ったほんまや。コウモリの羽食ったやば松明ってすぐ作れる。また原木とかで作れんじゃないのかな。まあ、石っぽいのまだ発見してないからな。あ、石は、ああ、でも、石はね、普通に掘ったらあるけど、その石でさ、ツルハシ作っても普通の石のツルハシになっちゃう。ね、なんか、スルフェアみたいなアイテムが多分、これ石炭的なアイテムじゃないかな。これどこで見つけた？松明？壺の中で。ああ、壺か。とりあえずは探索、周囲の探索と、家を。ベッド的な何かが欲しいな。ベッドも広くして、ここにじゃあ家を作ろうか。もうちょっと内部を広くしたりしてね、さすがに。そうね。狭すぎるぞ。まあ、簡易的なもんだから、今は。そうだな。この世界のことを分かるまでの。今んとこここにガスクラウドは湧いてないもんな。そういや。あいつさえ湧かなければ、とりあえず。なんか、鉱石っぽいの見つけた。果たして。ああ、これがあれだ。松明の原料かな。お、いいぞ。見て見て、キックン、キックン、見て見て見て。キックン見て見て。草生える。あれ、生えないわ。生えないんかい。あ、見て見て、キックン見て見て。ほら、草生える。草生える、ほら。これ何これ何一回、じゃあ、この原料届けるか。これで松明がいいな。ああ、できた、できた、できた。いいね。これは助かるな。とりあえず、そうだな。生活基盤をこの世界で整えていきましょう。希望を抱きしめ動画をご覧いただきありがとうございました。 MSS プロジェクトはですね、ニコニコ動画、そして YouTube にチャンネルを持っているので、ぜひご登録の方をお願いします。はい、チャンネル登録ボタンはですね、こちらとか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 、まあ、いろんなところに多分あると思いますので、いろんなところとかチャンネル登録ご登録の方をお願いいたします。はい、あとはですね、下の、説明文のところにも、リンクが貼ってあると思いますので、ぜひそちらの方からご登録の方をお願いいたします。